御社のエレメントをブロックで購入し実名を行っているのですが、詰めて3日ほどすると菌糸が縮み、ボトルとの間に水滴がついたりキノコが生えてしまいます。室温は22度前後です。何が原因なのか分かりますか？また解決方法等あれば教えてください、ということです。うん、なるほど。はい。ちょっと言い方すれば、爪が甘い。まあ、甘いっていうか、緩いっていうかね。うん。うん、ちょっと、だから軽く詰めてるっていうか、ギュッて、うん、あんまり硬く詰めてもいけないですけど、うん、まあ、ちゃんとギュッて、まあ、隙間がないように、こう、ギュッギュッギュッって、こう、外側から、まあ、私の前なんですけど、こう、詰めるんですけど、うん。うん。それを、まあ、しないとやっぱ隙間が空きますよね。あとはどうですか、社長。いや、もう、その通りだと、その通りだと思います。3日で縮んじゃうってことは、相当有力詰まってる感じがしますよね。うん、だから一つの瓶 800cc の瓶だったら最低でも3回ぐらいに分けて1本詰めるみたいな感覚でやってもらった方がいいかなと思います。うん、はい、だから爪が本当に甘い詰め方だったということだと思います。力を押してね。YouTube で見れたのはここまで。続きは Facebook グループ月夜の記録園クワカブ広場で視聴ができます。クワカブ広場に会員登録すると、名人師範のクワカブ飼育相談室のフルバージョンの視聴はもちろん、リアルタイムで師範さんに質問ができちゃいます。そしてさらにですね、クワカブを買ったり、売ったり、あげたり、交換することもできちゃうんです。イエーイ。クワカブファンとしても交流ができますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。月額640円です。詳しくは概要欄へ。